どうも、林です。僕ね、メルカリ好きで、以前も話したことあると思うんですけども、メルカリがすごい好きで、まあ、主に売る方がメインなんですけども、たまーになんか買ったりはしますね。もうどうしても手に入らない、なんか、パンクロックバンドの T シャツとかね、結構好きで買うんですけども、そう、メルカリ好きで、よく見てるんですよ。でね、あ、てか、今度僕のアカウント、いや、教えるのやめよう。いや、結構ね、まあ、自転車用品、この前も買っていら、やっぱいらないなと思った、あの、電動の、なんていうの、あの、空気入れを出品したりとか結構してて、僕ね、すごい月は、もう今最近全然なんですけど、すごい月は、月に20万以上売り上げたこともあるんですよ。まあ、その時はね、いろいろ、省エイのヘルメットが売れたりとか、いろいろね、あの、高いものが売れたから、まあ、それだけ言ったんですけども、普段全然そんなことないんですけど、まあ、それぐらいね、僕メルカリで物を売ってて、でメルカリでメルペイをね、スイカにこう、お金を送金すると、それで、ね、手数料かからないんですよ。ただなんですよ。で、それで、いろいろ普段、なんか、それで決済できるとこで、なんか、お酒飲んだり、ご飯食べたり、なんか、いろいろ買い物したりとかしてるんですけど、そうそう、そんなことでね、でまあ、今回何を話すかっていうと、メルカリでたまにそうやってね、いろいろ眺めてるんですけども、久しぶりにね、メイトバイクって最近クラファンで買った人いくらぐらいで転売してんのかなと思って検索してみたんですよ。そしたらね、もうとんでもないことになってました。わかります？本体、自転車本体はもうないんですよ。ああ、なくない。1、2、2個だけ。2つだけ。50万で売ってんのと28万で売ってんの。まあ両方売れてないですけど。で、見てください。これ何かわかります？スロットル、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 1つ飛ばして、スロットル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 、2つ飛ばして、スロットル、1つ飛ばしてスロットル、4つ飛ばしてスロットル、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 とんでもないことになってますね。スロットル転売だらけ。しかも赤いソールドってほとんど売れてるんですよ。一番最初の人なんて1万8000円で売ってますよ。日本では手に入らない商品です。カプラつなげればスロットルで走行することが可能になります。いや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 、これ日本だと違法だよっていうのを書かないと。ああ、この人は書いてますね。公道で使用できません。使用地にてご使用ください。まあ私有地、私有地で乗る機会なんてほとんどの人がないと思うんですけど、これね、まあ、うっかり、まあ、クラファンで買って、うっかりスロットルがついてきた。で、こういう1万円近くで簡単に売れてしまうということを考える、ちょっと待って、リアラック4万8000円で売れてんの？すごいね。そう、これがね、うっかりついてきちゃったら、まあこれをね、まあ1万円とかで売れるんだったら、どうせ持ってたって使えないわけだから、違法なんだもん。だってそれを売るっていう気持ちはまあわかります。すごくわかる。でもさ、これ買った人たち、これ何に使おうとしてます？先生怒らないから言ってごらん。なんかイベント会場の設営のスタッフで、その敷地内で使うんですとかだったらわかるけど、これ、いや、もしくはこれ買ってね、ナンバーつけて、保安部品いろいろ、ウインカーとかいろいろつけて、原付登録して、で公道で乗るんですよ、ヘルメットかぶってって言うんだったらわかりますよ。でもそういう人いないでしょきっと。これこっそりこれつけて、ブイーンってこう、ブイーンって、ブイーンつって、やろうとしてるんじゃないの？だとしたら、それ絶対ダメですからね。なんでこれをたまにこういうこと僕が言うかっていうと、
まあ、この前も電動キックボードがの乗ってる女性が書類送検されましたよね。それ無免許だったんですよ。で、電動キックボードってもちろん原付登録しないといけないから、ね、無免許なんてありえないわけですよ。で、これもそう、これつけて無免許じゃなくて、そもそもこれつけたら原付登録しないといけないから、ナンバーとかもいろいろつけなきゃいけないんですよ。無 免許持っててもこれつけただけでは乗れないですからね。で、そこまでして乗るんだったら別にさ、原付乗りゃいいじゃんって話だったりもする。原付の方が早いしね、うん、だからもう本当にやっぱりなんとかさ、合法で頑張ってる人たちがいっぱいいるわけですよ。私含めてみんななんとかね、はっきり言って面白くないっすよ、アメリカに比べれば。だけどしょうがないじゃないですか。それは規制緩和を待つしかないわけですよ。それなのにそれを待たずしてこれつけてこっそりやろうっていうのはちょっと違うと思いますよ。これつけて行動で乗るのは本当絶対ダメですと。ねえ、もうちょっとびっくりしたんで動画撮りましたけども、これかねえ、まあ売るのは本当気持ちはよくわかるんですけども、これ買う人本当に胸に手を当てて、その上で買いましょう。